丸山王居肖像、金星名家肖像より、琴平宮表書印象壁画の内幕府図琴平宮、表書印象壁画の内筑人七県図、丸山王居完成7年7月17日は、江戸時代中期から後期の絵師。近現代の京都画壇にまでその系統が続く、演算派の祖であり、写生を重視した親しみやすい画風が特色である。 諸説あるが、足のない幽霊を描き始めた画家とも言われている。本生は藤原、後に、源の、生は円山、名は岩次郎、後に門戸。夏雲、雪渚、ぎさ、一嘘、千霊、千歳、聖厚つむかん、鴨水漁師、上空も、落葉千人と豪ー石田雄亭の門人。享保十八年、丹波国南総伝軍や農村に、農家の次男として生まれた。 阿能は、西国三十三所の札所寺院である阿能寺がある、ことで知られる。少年時代のことは、あまり詳しくわかっていないが、遅くとも十代の後半には経営出て、かの丹優の流れを引く鶴沢派の画家、石田雄亭の門に入っている。二十代の修行期の頃には、いわゆる、メガネへの制作に携わっていたことが知られる。この頃、京都市場通り柳の番場の終わりや、 中島勘衛という願武将に勤めていた。そこで、オランダ都来のメガネを見て、法歴9年頃、四条河原遊ぶ領図、石山出ら図、鴨モ競馬図、円山座敷図、三十三県道図など、京都風景のメガネを制作した。メガネとは、風景などを西洋画の遠近法を応用して描き、 これを、覗き眼鏡という凸レンズをはめた箱を通して見ると、立体的に見えるというものである。王居が見た眼鏡は、45度傾けた鏡に映した絵をレンズを通して眺める。そうすると、遠近が深く感じることができる。よって、この原画及び図上の文字は左右反対に描いてあった。作品は、木版済みすりで手で着色したものであった。 画面には小さな穴を開け、薄紙を貼って裏から光を当てるという工夫が見られた。丸山王居像名は三年から王居を名乗り始める。王居の意は、先春居に応ずるということであり、中国の家に劣らぬ水準の絵を描こうとする意が、込められていると思われる。またこの頃から、三井寺円満院のスケツネ門主の地具を得る。ユーツネは、家の二条から、門石寺院に入って、 そうとなった人物で一万死という日常雑事を記録した書物を残しているが、その中に王居の言動が詳細に書き留められており、同時代の貴重な記録となっている。この勇爪や豪商三井家が王家の主要なパトロンであった。代表作の七七七福図、九尺ボタン図などは第二次大戦後まで三井寺円満員に伝来したものであり、摂生図は 三井家に伝来したものである。また、兵庫の大城寺、京里阿能の,の金剛寺の障壁画群も代表作に数えられる。王居裁晩年の作品に属する、見立て、江口の木水や四季遊戯図鑑などは、純然たる意味での肉筆浮世絵とは言えないまでも、浮世絵的雰囲気を持つ作品として、また、情報風俗図として挙げることができる。京年六十三、母は、 京都市京区渦正の五神寺。法名は、窓か誉レムの一子寺。炎山派は、長男の大随が継いだが、皇室の弟子たちの方が有名である。大本教祖の出口鬼三郎は、王居の家系から出ている。タクシーに石氷が一本建てられている。東和安永五年、根津美術館、王居の画風上の特色として第一に挙げるべきことは、近世の日本の画家の中でも際立って、 写生を重視したことである。前述のスケツゲチョ一万詩によれば、王居は常に海中に写生帳を忍ばせ、暇さえあれば、スケッチに余念がなかったようである。現存する課長写生図鑑や東京国立博物館像の写生帳などには、動物、昆虫、植物などが様々な角度から客観的に描写されている。王居画は、こうした。 射精の技術を基礎としつつも、日本絵画の伝統的な画題を扱い、装飾性豊かな画面を想像しているところが特色である。一例として、ネズ美術館像の、東数、図、屏風を見ると、藤の幹や枝は輪郭線を用いず、札手の技法で大胆に描き出す一方で、藤の花房は、写実的かつ繊細に描かれ、全体としては輪波を思わせるような装飾性豊かな、 大画面を作り出すことに成功している。卓越した画技と平面で親しみやすい画風から、王巨画は、三井家をはじめとする富裕な長人層に好まれた。著名な弟子には、五春や、長沢足行、森鉄山、源などがいる。王巨を外する、この一派は、演山史上派と称され、現代にまでその系譜を引く京都画壇の源流となっている。 王居の絵は大衆に受け入れられたため、大衆娯楽で取り上げられることが多い。また、池波正太郎、鬼平繁華帳では、盗賊の人相書きを、史上演山派の絵師、石田畜生に描かせており、写実的画風で幕府お抱えの仮の派に勝るとも、劣らないと劇中で描写されている。王居の門人のうち、最も優れた十人を言う。ありがとうございます。